お、マヌエラ先生ですね。先生。雨ねっつってもう冬なんじゃないの今。まあ、ガイディやから、あれか。どのタイミングで行っても季節は行ってってことか。さすがに。なぜかしら。こんな日は死神騎士に刺された傷がしくしく痛むのよ。一応フレン連れ去られた後の後日談にはなるのか。傷がうずくたび、怒りが湧いてくるの。だって、そうでしょ？まあ、そうやわな。特に女子なんてね、あんな切り傷とかついたら一生もんだし。フレンをさらったのは、彼らなりの目的があったんでしょうけど。彼らなり、別にそこは、譲歩するとこじゃないでしょ。私を刺す必要ってあったかしら？バッチリじゃない？まあ、確かに。ちょっと気絶させるだけでもいいような気はするけど。自慢の美肌を傷物にしてくれた挙句、さっさと行方をくらますなんて。お腹に傷ついたんでしたっけ？まあ、あのね。まあ、上の方じゃなくてよかったですね。マヌエラ、その辺でやめておきたまえ。先生も困っているではないか。あれ、呼び捨てしたっけ？余計なお世話よ、ハンネマン。ああ、この二人は結構付き合い長いんだ。あなたと違って先生は寛大なの。どんな愚痴も黙って聞いてくれるんだから。とりあえず年齢不詳だし、やっぱ30代とかになるのかな。君が簡単なくペラペラと喋るから黙らざるを得ないだけではないのかね。結構いい関係やな、この二人。あら先生、そうなの？でしょうね。あ、これ下にしたら怒るやん、こんな。そんなことは。オッケー。そうよね。私のことを思って聞いてくれてるのよね。そうです。もう、あっちに行ってもらおうかしら。私と先生の邪魔をしないで。この怒っとる、右下の顔アイコンっていうのかな。これが特におばちゃん臭いんやよね。もう、大声を出したら余計に傷が痛くなってきたじゃないの。本当かよ。回復魔法で治したんじゃないの。俺なら静かにしていればよかろう。すぐに感情的になるのは君の。うん。仲裁に入らないといけないの。仲良くしよう。でも結構付き合い長いからさ、ごめんなさい、こんな日常茶飯事なんじゃないの、この二人。気にしないでね。いつものことだから。ね、いつものことでしょう。マヌエラとは相性が悪いようでな。顔を合わせればいつもこうなる。そうなの。ハンネマンってもう年公表してましたよね。52歳とかじゃなかったっけ。我が輩としては彼女とももっと落ち着いて話がしたいと思っているのだがね。どういう意味ですか。あら、私だっていがみ合いたいわけではないのよ。もうなんならね、くっついてもいいようなくらいお似合いな気するけど。あなたが余計なことさえ言わなければ。なんならくっついとる手でもよかった気もする。我が輩はよく覚えは。また始まった。2回目行くか。仲良くしよう。あら、ごめんなさい。つい。秒で再放送。ああ、そうだ。実は、死神騎士の潜伏場所について、新しい情報があるのだが。ちょいちょいなんか好きあらば出てくるからね、こいつ。もうさっさと根絶やしにしときましょう。え？本当なのそれ。マヌエラはさすがに根に持ってんのかな。封じられた森の西の外れで、それらしき人影を見たという生徒が。生徒？生徒どこまでフラフラ言ってんのそれ。今のところ信憑性の乏しい話ではあるが、万一ということもある。うん、行きますか。念のためこれからセテス君に報告に行こうと思っていたところなのだよ。まあ、そっか。死神騎士に関してはさっさとやっといた方がいいね。そっか。フレンの件もあるし、セテスは速攻 OK でしょ。はあ？何を悠長なこと言ってるの？
逃げられたらどうするのよ。そんな一刻を争うレベル。この件に関してはまずセテス君に報告し、レア様の意向を確認。あ、これは長えなこれは時間かかるわ。こんな堅物ヒゲ男は放っておいて。堅物ヒゲ男先生、言っていいの大丈夫、怒られん、レア様に。堅物ヒゲ男、さすがに聞き捨てならんぞ。ああ、もう一回選択肢くれるかな。うるさい、すぐに手すきの人たちを集めてその場所に向かうのよ。ウィ、お、わかった。先に行ってるわね、私。大丈夫、死神騎士。そんな先に行ってまた刺されん。待ちたまえ、なんとせっかちな。すぐに後を追うのだ。いや、これで仮にさ、仮討ちにされたら本当にシャレならんけど大丈夫か。さあ、どんな、まあ、なんかキャラ少ないけど二手に分かれとる系。ソードマスターとか出てきとっけど、は、え、マネージャーさん何してんの。おい救出から始めんなってか。お、経験の宝珠。あ、これ強くない、これ。これは腐らんでしょう。え、てか上級職バンバンおるけど。お、レイピア。いやー、これ壊れ武器でしょう、歴代ファイアーエンブレムのダブル特攻武器。うわ、ウォーリアーって、え、マジで上級職だらけないけど。ウォーリアーかなり強くなかった。アロイスやってる職業、力封じ、うわ、必殺とかも高いもんね。え、てかマジで6人しか出撃できん感じ？マジで？せやろ。ちょっと準備してきます。マジか。よし、こんなもんかな。いやー、今節からなのかな。武器屋にもキラーソードとかなんか、銀剣も置いてあって、なんか急に武器強くなってましたね。じゃあ行きますか。で、敵所の撃破といつも通りっすね。ハンネマ丸のやつか。マネラ、自業自得とはいえ、いや、てか行き過ぎやろ、マネラさん。大丈夫か、マジで。てか死神騎士はこいつは何なの。相当囲まれとるけど大丈夫か。あら、熱烈な姿勢を感じるわ。狙われているのかしら。相手にできる。いやー、うわー、てかここよく見たら、この間から向こう側行けないんすよね。うん、ぐるっと回ってかなくちゃいけないから、もう右側一択でしょうね。うん、一応、レスキューで救出する予定なんですけど、全力で、うん、行くしかない。後ろも来るけど、しんがりは、シルバーに任せようかな。いや、この森、うざって。さっさと新速入れてもいい気もする。どうさ、行けますよ。そう、頼むぞ、シルバン。あ、で、これか。一気に肩をつけてやりましょう。殴れる。あ、結構強い。傷薬とか、あ、しまった、傷薬持たしときゃよかったな。ちょっとじっとしとくか。さすがにプラス、うん、1あるし。殴ったはいいけど、仕留めきれん。
いやー来る。よし、あ早いね、さすがシルバン。あー計略やめて、避けろ。55、よし来た。4回攻撃、相手どんだけ早いの。やめてやめて。あー急がないと。いやよかった、あの計略から取ったら結構めんどくさいことになってたぞ。あ使っていくしかないな。おアロー命中が高い、うん、ちょっと早く丸選んとこ行かなくちゃ。よし、いや勝って。裸にしか見えんけどかなり硬い。このまま、いやちょっとしんどいか。どういこうか。お剣でも十分強いわ。たまにも剣で行く。どうすかな。こっちを先生で落として。加減すべきだ。お、19か。あ、ドロテアね。おー、いい感じ。魅力も上がった。私の体とか言ってなかった。どういう状態？残ってバンバンしてもらうか。いや強えなこいつ。銀で撃っとく。銀で、まあ銀じゃなくてもいいか。こんぐらい減らせば大丈夫でしょ。てかなんで上級職おるのよ。よし、ま、こんなもんだろ。で、こうか。で、フレンは逃げる。あ、応援ある。助かる。応援して、好感度上がるときと上がらんときあれだけど、なんなんだろう。結構遠いな、まだ。上から来てんだよな。あ、届いたか、クロート。おぉ、過信。わざわざ背中向ける必要あった。よしよし。これで追って、ああ、だいぶ近いとこ来たな。いや、まだ後ろから全然来る。先制しとく。お、全然いける。入って倒せる。私の敵じゃなかったわね。強いよ普通に。熱い、ただ倒せる。いい勝負ができた。うん、レスキューできんくても。あー魔法かやめて。よし、熱いよ。運がなかったな。いや、しっかりしんがりの仕事しとるわ。問題ない。このままクロードと一緒にやってもらうか。だな。あ、倒しちゃう、普通。それでいいかな。あ、サビタシリーズ。このままやってもらおう。熱い。よし。異物にも教師はあるんだね。よっしゃ。新速かます。シルバー追った方がいいかな。おお、すげえ、4回攻撃。
相手ゼロやし。あー届かねえ。局舎このまま殴り合ってもらおうか。ハンマーとかあれば倒せたのかな。あ、若いし普通に強いんやけど。これ倒せるか。お、いい感じ。これでいいだろう。鎧の隙間狙ったのかな。おし、あと2ターンあれば届きそう。あんまり、あれ来た、飛行が来ました。届くでしょう。あ、届く。ベレットにしてからでも届くから、こっからやろうか。こう行こう。ここでレスキュー。なんでこんな変なとこに追い詰められたんかな。お、いい感じ、いい感じ。めちゃめちゃ上がる成長率、成長率いいしね、フレン。優秀だわ。あ、応援しときゃよかった。ありがとね。これは上が、上がらん？なんなんだろう。いや、結構ボコられたしね。いや、すみません。さすが先生だわ。よし。ペガサスが来た。倒せる。いや、強っ。ラファエルも全然強いしね。あ、これこれこれ、経験の宝珠を、支援が上がるのかな。あ、向こう側動き出した。ぐるっと回ってくる気。あ、やべ、ちょっと耐えてもらっていいですか。何今の、見慣れん感じしとったな。また上級職か。ソードマスターといい、こいつアサシン、盗賊の上級職。いや、はや、25。敵もインフレしてますな。いや、だいぶ食らったな。山賊に化けて潜り込めたと思ったら、いきなり攻め込まれるとはついてねえな。山賊に化けてどういうこと。逃げんの。あいつ何だ持ってたっけ。レイピアか。あいつは絶対倒さなくちゃ。てかよく見たらここにまた紫結構あるな。こっちもか。二手に分ける？やべ、結構やな。今こそ神速の使い時か？やべ、マジで近い。あと二ターンしかないし。ここで使えば、うん、もう一人ぐらいきついか。どうだろう。あ、案外やばい。大丈夫か。行くしかない。いや、勝ってえわ。頼りになる。で、あ、倒しきれん。
や次のターンにうまいこと倒せなくちゃやばい。レイピアは強いしな絶対。あ、森だったラッキー。こいつらも遠回りしてくんだ本当に。通してね。よし。悪いな、手加減できなくてよ。なんなら計略使って足止めしてもいいのか。結構慣れてもありましたよ。普通に倒してもいいか。もうこの森抜けるしかないもんね。いや、てか全然全然命中ないんやけど。回心出してもらうか。はい、あ、普通に倒したわ。この経験は糧になる。レイピアゲット。いや絶対壊れ武器だしね。さあだいぶ減ったね。もううん、このまま後ろから来るやつを倒して。くっそ、厄介そうな連中だ。人質でも取って人質見るか。やろうども。え、増援来る？人質って多分マネーさんのことやよね。死神ダン？死神騎士じゃないっけ？あ、やっぱり名前間違えてたパターン。やろうと思ってもうこいつしかおらんけど。あ、終わったわ。はあ、フレンで倒そうと思ったのに。とかライブでもうちょっと言うて食らっとるやつおらんしな。とりあえずモヤモヤ回収して、ああ固定ね。ああ結構遠い。全回収。ああ全部訓練。訓練用ってもう店に売るしかねえんかな。当たる 60%。 回収一気楽になった。うん、もうフレンで行っていいんじゃない。 OK 100%。よし、なんとかなった。そして20円も結構増えたよ。お、守備ありがてえ。お前もあれか、クロニーじゃない、リシテアと同じ感じで生きてんの。コンプレックス。怪我はないか。お、これで愛が芽生えるのかな。ええ、大丈夫だけど、とんだ無駄足だったわね。ようあんな追い詰められたね。レスキューなかったら本当に厳しかったわ。結構ターンかかったな。お、ベレット活躍するとこの全員上がるのでかいんだよね。騎士団マクイル・ハジャ隊、インデバッハ剣一隊。あれのどこが死神騎士なの。どう見てもただの山賊だったじゃない。どういう情報なんそもそも。まあ盗品を回収できたのは収穫だったけれど、死神団名前しか合ってなかったけど。結局マヌエラ、君というものはめっちゃ怒っとる。オロホンネマン、何をそんなに怒っているのかしら。てかそもそもマヌエラの先走りを許したのがあかんやろ。それがわからぬほど君は愚かなのか。お、単独で敵地に乗り込むなど無謀の極みだ。本物の死神騎士がいれば死んでいたぞ。おらんくてもあのままザコに囲まれとったら終わってましたけどね。開幕から皆がどれほど君のことを心配したか分かっているのかね。猛省したまえ。お、泣くんじゃないこれ。
通常の女子なら泣きますね。あー、怒るところ、ここはみんなで怒るべきか、みんなと一緒に行動すべきだった。その通りだ。生徒の模範となるべき君が感情のまま規律を乱してどうするのだ。まあ一応先生やしね。返す言葉もない、ね、これは泣いてますね。本当にごめんなさい。皆にも後で謝罪しておくわね。うん、そうするべきですな。我が輩も少し強く言い過ぎたようだ。だが分かってもらえた、うん、我が輩が君に忠告や説教をするのは何も君が憎いからではない。もうどれが先生か生徒かよう分からんことになってますね。君を大切に思っていればこそなのだよ。信じてもらえるだろうか。もうこのままくっついてくれ。ええ、分かってくれそんなこと。何この恋人感。なのに私ったら、その場その場の感情に流されて、まあ、いろんなね、今回だけじゃないしね、こういうこと。もういい年だというのに、まだまだ未熟者ね、私。あらさ、では仲では仲直りということで。あら先生、嬉しそう。これ以上付き合うのが面倒だから早く終われとでも言いたげね。でしょうね。何？他人事だとでも思っているのか。おいおい。担任教師は我々3人だけだというのに。また始まったぞ。意外に薄情だったのね、先生。もう行きましょう、ハンネマン。仲直りしたようやね。うん。もう少し2人で話すか、マヌエラ。ちょうど上質な茶葉を手に入れてな。ほんと微妙な関係やな。結局ぼっちりだった。よし、やっと一個クリアしましたけど、次はこれはイングリッド仲間になってから行きたいし、あ、今の感じで推奨レベル15か。じゃあこれ行こうか。15だし。ガイデン不穏な死の連鎖。昇華のイグナーツと元昇華のラファエル、同盟領で相次いで商人が魔物に襲われていると聞き、それを解決すべく向かうが、まあラファエルとイグナーツってあれですよね、親の死の関係でだいぶいろいろあった二人だけども、行きますか。つまり、授業中。敵の頭を潰せば勝ちなんだろう。さっきの戦闘もそうでしたね。じゃあここから、ちげえか。馬じゃここ通れねえもんな。なんか軍技というか、なんかそういう戦いの地図を開いて戦略を練ってる感じかな。そういう授業か。もうわかんねえ。紙の上じゃ何が。嘘。想像できねえ。そういうもん。あ、落ち着いて考えよう。だけどよ先生、実際の戦いじゃ敵だって予想通りには動かねえだろ。まあまあね、だいぶ AI も発達してますからね、ファイアーエムレム。こんなのより実際に戦って学ばねえと。はあ、先生、お話が。どうした。あれ、イグナーツどうしたんだ。さっき実家の兄から手紙が来たんですが、ちょっと気になることが書かれていて。気になること？このところ同盟領内で商人が魔物に襲われる事件が多発しているらしいんです。魔物ってまたあのごついやつか。商人が魔物に鉢合わせることなんて別に珍しいことじゃねえだろ？ああ、てかあれか、ラファエルの
親ってこういう魔物に殺されたってことか。俺の親が仕事中に死んだのも、あ、やっぱりそうなんだ。あ、そうでしたよね。ごめんなさい。君の前で、いや、無神経っていうか、これは事実やから報告するべきでしょう。別に構わねえぞ。それより、話の続きを聞かせてくれよ。うん。はい。それがどうやら、特定の商人のみが頻繁に、特定の商人、そんなしつけれるもんの？特定の商人とは。グロスタール伯爵領からリーガン公爵領へ向かう商人ばかりが襲われているそうです。ローレンツのとこから、クロードンとこってことね。逆にリーガン領の方から来た商人は同じ地域でもあまり襲われてないんだとか。そんなうまいことできるもんな。よくわからねえけど、魔物は退治しとかねえとマジよな。なあ、マジいと思う。はい。このままだと僕の父や兄も安心して仕事ができないでしょうし。襲われるって言うのもやっぱり死人とか出とるレベルだしでしょうしね。先生、力を貸してくれませんか。僕と一緒に魔物を退治してほしいんです。行きましょう。よっしゃ、おでも行く、おでも行く。机に向かうのに飽き飽きしてる。タイミング良かったな。なあ、行くだろう先生。人助けになるんだしよ。行きましょうか。すぐに出発しよう。イヤッホー。どんだけ嬉しそうな。勉強から逃げれるのがそんな嬉しいのか。ありがとうございます先生。ラファエル君もよろしくお願いします。いや、また魔物とか。さてさて、え、また出撃少なくない？さっきより少なくない？これもしかして。うーわ、あ、反対側にもおるわ。さっきの出撃マジで少なかったしな。あー、これ守れってか。さっさと右側綺麗にする感じ。あー、こっちもダメか。特になんか、パラディン。また上級職やな。特になんかアイテム、敵が持ってるとかはないんだね。了解。そしたら、ちょっと準備していきます。よし、こんなもんかな。では、お願いします。いやー、右下の、商人か。あれ、守れってなるとかなり、こっちに来る。下手に動くなって、お前ら。あ、そっちも。あ、見てください。また商人が魔物に襲われてるみたいです。敵もかなり多いしな。魔物に混じって人間もいるみてえだぞ。あいつらが魔物をけしかけてんじゃねえか。てか、お前らんとこのあの同盟軍の色してますけど、黄色色だし。だとすりゃ、あの連中の頭を潰せば、おでたちの勝ちだよな、先生。あ、そういうパターンもあるのか。手遅れになる前に急ぎましょう。敵将、なんだ。あそこら辺から商人を逃がせそうだけど。その前に、そういうパターンもあるのか。邪魔な敵をぶっ飛ばさねえとな。お前、えらい遠くから言ってますけど。トイメン。あ、羽橋がありますね。動かせば渡れるようになるかもしれません。商人を救出し戦場から離脱させましょう。離脱させた人数に応じた報酬を獲得できます。てか、こいつも届いてない。あ、よくできてる。じゃあもうがっつり右側行けばなんとかなる。いつでも行けます。焦らず戦おう。いやー、いやヤバいな。配置ちょっとミスったか。あ、これいいな。
新しく覚えたやつ。闇の上級魔法、冥界の黒き炎と亡者たちで攻撃。威力がえぐいな。まあ、その分命中ちょっと低いけど。いやいや、もうリザイアとかで余裕で倒せるよ。えぐいな。節約していこうか。でもこの辺命中低いな。飛んだ。なんか杖持っとるじゃん。うん、飛べるようになった。さすが魔導極めし。あー、敵そんなやね。ガンガン行ってもらうか。いや、食らっちゃうか。これでいいだろう。行くな。倒せるかな。いや、厳しいか。あ、インクリットが届く。はい、よし。で、ホワンと来て、よし。いや、イグナッツも使ってあげたいんやけどな。マジでもう枠がない。あ、やべ、ドロテア奥。まあ受けても大丈夫な気はするけど。そう、サンダーソードもあの武器屋に売ってたんですよね。えらい優秀な武器や。あー、魔物2体いんのか。村人さえ逃がしてしまえば、うん、いい感じ。賞賛はあった。ベルトもう21いきそうだな。あー、フレンか。さあ、ベルト、え、威力ゼロ。ベルトそんな硬かったっけ。当たるか。まあ、76% やしな。お、明治極めた。おー、いいね。魔人は強いぞ。ツイリルか。しゃあないな。いいね。近距離反撃。で、シルバンか。あー。めちゃめちゃ商人狙っとる。さてと、もうさっさと抜けれそうやね、これは。あ、別にサンダーソード使わなくてもよかったか、今。えい。私だって鍛えてるのよ。さてと、あ、絶妙に届かん。神速。あ、新速使うか。倒せる。どうしよう。グンの圧でとどめさす。この先どっか使わんなん時とか来るのかな。こんだけ人数いたら2パーティーに分かれろとかいうのもありそうな気もする。で、神速入れる。急に杖持ち出したな。あ、これがティルソスの杖ってことか。よし、逃げてくれ、さっさと。はこんなもんか。さあ、ここ正念場だな。あ、強い。倒せるんじゃない。すげえ。速さもあるしね。オッケー。
やめて。お前も来んの？よう手なずけたね。やべ。あれやべえやつや。いやー、獣は逃げて逃げて。あ、ごめん、ベルト邪魔。ベレットで計略打つべきか。まあまあ食らっとるしな。いや絶命届かんし、一発ぐらい耐えれる。おーめんどくせえな。あ、こういうこともできるのか。お、100%。これで一応村人は守れる。守れるけどイグナス大丈夫か。あー忙しいな。いやー下の方が余裕できついな。ナイス。ガンガン来る。ラファエル。うわーすげえおる。一応生きる。生きるけど。お、ぴょった。逃げてくれ早く。さあ。うわ遠い。これ動くの？ピヨってるけど大丈夫か？いやーしんどい。ちょっと逃げながら回復して、なんとかならんかな。もう消耗品惜しまず使っていこう。やるしかないしね。ごちゃごちゃしてんな。立ち合いなんとかしてもらうしかねえな。あー微妙に届かないの。こんな意地悪ある？一応回復できんのか。よく助かっちゃったわ。くっそ、お、ワープ。最初から覚えてよ、ワープ。こっちはここで抑えるしかないな。いや。下の方超しんどいけど。上はもうなんとかなる。ゆっくり倒すれんわな。一発殴っとくか。回復いかか。俺たちの任務の邪魔をするな。任務？任務って魔物を追い立てて商人を襲わせるのが任務なんですか？そういうことか。うるさい。お前らには関係のないことだ。雇われて。誰に雇われてんのじゃあ。てかローレンツ側グロスタール家の回し者。助かります。さあくれ。やめて。 30%。 あれ 30% 当たる。やばいよ。いやもう次のターン倒すしかねえな。やばい。リシティアか。リシティア。ダメージゼロ。もう無敵やな。あ、リシティアか。頑張ってリシティア。すげえ。
そりゃ浮くわな。来る？ベレとか。やめて。お、剣士。完全に習得できた。速さプラスにでかくない？逃げろ逃げろ。よし。いやもう倒すしかねえな。ボスを倒すしかない。いけるでしょ一応。うん。倒そう。ただ一応、そこそこ経験値というか、できることをやってから倒そう。負けられないのです。で、これでベルトの支援。くっそ、この犬がよ。いつでも行けます。少しでも経験値を。いやー、ちょっと使って投げても本当に遅れたな。はい、寝直してくるんだ。21も近い。倒せるか。いいね。OK。勝ててよかったわ。さあ、リシティアの餌食になるやつは。ああ、あのモヤモヤ結構回収してないな。いや、マジで強え。我が軍最強。いやね、間違いなく。馬特攻ある？ある。あるけど、まあやってくるべきでしょう。はい、敵も結構強えな。さすがパラディン。注意してくださいよ。怒っとる。あ、最高度ね。シーリル倒せるかこれ。ダメか、しゃあないな。当てるだけ。熱い。あ、ツイレル20なれんかったか。しゃあないな。さあ、締めてもらおう。うん、倒せる。下のこいつ倒せんかな。もうすべての、あ、局者しか無理。あ、こういうことか。ツイリリン倒さしときゃよかったな。あ、初の21。力、力上がらんな。よし、じゃあ締めてもらいましょう。いや、めちゃめちゃ追い込まれた。おお、返し。ちょっとエフェクト変わったかな。いや、強い強い強い、普通に強い。ヒルダも上がる。これで終わるよね。よし。邪魔しやがって。伯爵になんて報告すりゃ。伯爵？先生、イグナツ。いやー、よくできたマップやったわ。俺たちが勝ったみてえだぞ。あいつ、伯爵と言ったのか。やっぱそうなるよね。グロスタール伯爵が。ローレンツの父ちゃんやろ。あの狼大丈夫？たった5ターンか。いやー、お疲れお疲れ。レスター傭兵団。ビクター紙兵団。いやいや、ありがとう。おかげで全員無事だよ。だいぶ3D の方ブサイクやな。いや、てかこれローレツの父ちゃんとはだいぶ事件なんじゃない？君たちが来てくれなかったらどうなっていたことか。喋り方も面白いな。ああ、よかったな。あなた方はリーガン公爵領へ向かっていたんですか？うん、クロードのとこ。そうだ、同盟領内を行商して回っていてな。
この街道が危ないとは聞いてたんだが。気をつけろよお前らも。危ないっていうのはリーガン公爵領へ向かう商人がよく襲われるという。うん。デアドラに行かないと稼げないのに、グロスタル博には困ったものだよ。あ、ガチでなんかそういう意地悪というか邪魔してたの。これは伯爵の仕業？やっぱりそうなんですか。そうとしか考えられんよね。おそらくな。伯爵はリーガン家に商人が金を落とすのが気に入らんのだろう。ああ、でもあれか、言うて、ローレンツと、クロードもそんな仲良くないしね。昔から、リーガン家に対抗しているからな。先代のリーガン公が亡くなったのも。殺されてんの？それも、伯爵の仕業だったのか。いやいや、これ、同盟、その何？組んでる場合じゃないけど。あくまで噂だが、先代リーガン公を誘い出したのはクロスタール博本人だ。ええ。確か美術品の取引を持ちかけてリーガン公を屋敷に招待したのだ。うん。そうそう。その時に目利きができる商人も一緒に連れていたそうだが。これラファエルの父ちゃん？イグナツの父ちゃん？その商人もリーガン校の巻き添えを食って命を落としたと聞いた。ラファエルの父ちゃんだな。みんなことだよ。え、これ噂どころじゃないでしょう。まったく、貴族同士の争いに平民を巻き込まないでほしいものだな。で、情報を操作して事故死に見せかけたってことか。ああ、君たちガルグマクから来たのだろう。後でお礼の品をたっぷり送っておくよ。いや、もう二人言葉出てないしね。ラファエルとイグナーツ。いや、これは事件やぞ。命を落とした商人というのは。ああ、俺の父ちゃんと母ちゃんだな。どうすんのこれから。最初は僕の両親に依頼が来たんです。でも別の仕事があって、うん、ああ、任せたんだ。これはそういう描写あったっけ。代わりにラファエル君のご両親を推薦して行ってもらったんです。これは悪気はないよね。そうしたら、あんなことに。グロスタール伯爵というのは、ローレンツ、そう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 、そうなるよね。いや、それはわかるよ。ああ、もういいじゃねえか。ただの噂なんだろ。いや、それで済む？万一、本当だったとしても、親のことだ。いや、でかいでしょ。俺たちの付き合いには関係ねえぞ。ラファエル君、でも戦争やよこんなの。イグナーツも多分ローレンツ君も。ああ、そうやけど、子供同士は関係ないけどさ。いいか、俺の親を殺したのは魔物で、俺の親が、いいのそれで。俺は俺の親が、マジか。誰かを恨むつもりはねえ。いや、人によったらもうローレンツ殺してもいいレベルのことや。そんなことにこだわってる暇はねえんだ。俺は妹を食わせなきゃなんねえからな。今しか見てないってことか。てかクロードもクロードやけど、クロードも父ちゃん やられてるんでしょ。つまりラファエル君。さあ蹴るぞ。さっきの商人の俺ってなんだろうな。食い物がいいな。完璧な人格者やな、ラファエル。一応村人全員救いましたしね。ラファエルは器が大きい。はい。僕もそう思います。てか村人全員、あそこから逃げてないとカウントされないとかあるのかな、もしかして。巨大な金塊。ああ。多分全員救ったかな。これ以上ないもんね、金塊って。お、ショートアックス。おお。おお。多分、一番いい報酬やと思う。で、これか。もう特に、
いや、結構、戦いとかしかしてないけど、やる気上がるもんやね。よし、こんなもんかな。先生。どうした?腕の筋肉を一番活躍させてやれるのは、ウォーマスターだって聞いたんだ。そう、風術も格闘術も嫌いじゃねえし、一丁腕を鍛えてくれねえか。まあ、後々そうしたいけど、一応やっとくか。この星はなんだ?はい、え?お集まりの紳士淑女の皆様、大変長らくお待たせしました。これより来たる舞踏会に先立ちまして、舞踊の学級対抗戦、もう白鷺杯を開催いたしますぞ。早いね。判定人はこの私、負傷アロイス・ランゲルトとマネラさん、ミッテル・フランク歌劇団の元歌姫マヌエラ・カザグランダ。カザグランダ、よろしく。当然だけれど、私は自分の楽器を贔屓したりしないからね。っていうか、もうダブルスコアぐらいついてますしね。去年の優勝者が13で、今のうちのドロテは23、4あるしね。そして漆黒の闇に舞う華麗なる刺客、シャミア・ネーブラント。ネーブラント、どっちもタイプです。マネルさんとシャミヤさん、厳正公平に判定いたします。それでは各学級の代表者、結構サクッと終わる感じ。どうぞ。男男2人なんだ。それではお願いします。何が行われんの。え、ソロで踊るんだ。せめてペアぐらいつけてあげればよかったのに。ドレスとかも着方、おー早っ。ドレスぐらい 着せてあげればよかったのに。お三方とも素晴らしい踊りでした。それでは早速判定に入りましょう。結果発表。私はさあ、ドロテアでしょ。磨けば光りそうね。え、去年13でしょ。私はヒルシュ、ヒルシュ、ヒルシュクラス。おし、あの身のこなし、非凡なものを感じた。あとはアロイス次第。なるほど。さらに私アロイスの判定も加味しまして、はい、ありました。結構あっさりした戦いやね。それでは発表しますぞ。今年の白鷺杯の優勝学級は、結構男子使うもんなんだねこれ。よし、まあ余裕ですね。歌姫の面目躍如といったところかしら。まあ大体の人はドロテア使うでしょう。それでは最後に参加してくれた生徒たちに今一度盛大な拍手を。いや、おめでとう。ありがとう、ドロテア。これで踊り子ゲットしたってことやね。よし。これってドロテアだっけ?うお。ドロテアが?剣の舞、剣回避プラ、え、強くない?いや、剣やらしといてよかったね、ある程度。ディミトリ。ディミトリ。お茶会やる?さっとやろ、さっと。結構紅茶持ってきてるし。すまない。うん。ありがとう。飲め。ディミトリどうかな?戦いとか、結構本とかも好きなのかな?ああ。晩餐の誘い、旅行してみたい国。図書室の蔵書について。飯、旅行。うん。よし。うん。で、道具、制服、好きな人。道具じゃない?そう。よし。次。うん。
最もいい人だと思う仲間。前回の戦闘の反省、目指す兵士。ああ、全部結構当てはまってそうやけど。仲間。ダメ仲間に興味ないの。仲間に興味ないんすかあなた。一個落としただけやけど。あ、これでもわかるんだ。よくわからんな。よし。ああ、まあまあまあ。まあまあまあ。もう把握しきれんな、こんだけ仲間おったら。分かったような得るものがありました。シェイバー。何ですか、それ。ヒゲ剃り。体が勝手に覚えてくれるわ。ドロテア持っとったやつ。だんだんつかめてきました。槍。ツイリルあれか。馬の、ちょっと馬乗せたいんですよね。ソシアル。で、また出撃できる感じかな。